はい、ただいま録画を開始しました。それでは今月ですね、JFT 日本語教師オンライン講演会にご参加くださいまして、どうもありがとうございます。まず最初にチェックインとして、お名前と、お名前と、お住まいの地域と、それから一つ、自分の学生さんと他校の学生さんのオンライン交流をしたことがあるかをお書きいただければと思います。なおチャットボックスの内容は録画されませんので、個人情報をお書きになってくださっても、このズームに参加している人以外に見られる心配はありません。はい、はい、もう早速青木先生からありがとうございます。あれ、はい、ですね、はい、では皆さんがチャットボックスに書き込んでくださっている間に、いくつかお知らせとお願い、もういつもの通りなんですが、まず技術的なトラブルがあった場合は、例えばカメラが映らないとかマイクが機能しないとかですね、そういう時は、USB でパソコンに接続されている場合は、その USB を抜いてからまた差し込むと、問題が解決することがあります。それでもダメな場合は、一旦画面の右下の、Leave Meeting とか退出するという赤いボタンを押して、このルームから出てもう一度入り直すと、ほとんどの問題が、解決します。次にですね、本日の予定をお知らせいたします。まず最初に20分程度僕の方から、本日の、ゲストの瀬能先生に質問を、インタビューをさせていただきます。で、そのインタビューの途中は皆さんもチャットボックスでご質問していただければ、僕の方から瀬能先生にお伺いします。で、その後20分程度小さなグループに分かれまして、このオンライン交流に関する情報共有などを行っていただきます。で、最後の20分で全体の質疑応答に入りたいと思っております。はい、ではですね、ただいまもう瀬能先生もいらっしゃってます。瀬能先生にお話を伺うんですが、その前に僕の方からですね、瀬能先生の簡単な、ご経歴をご紹介させていただきたいと思いますが、皆さんミュートにします。先生だけはミュートにします。はい、どうも。はい、はい、で、瀬能先生のミュートを外すんですけど、瀬能先生のミュート、あ、あった、はい、はい、今僕と瀬能先生以外は、ミュートにさせていただきました。はい、瀬能先生はですね、現在マギル大学文学部の東アジア研究科の専任講師でいらっしゃいます。広島県の中学校で国語教師を務められた後、2000年にカナダにいらっしゃいまして、2006年まではバンフで日本語を教えられて、2006年からはモントリオールにお住まいです。マギル大学の教育学部で第二言語教育の修士号を取得され、その後博士課程にも進まれていらっしゃいます。はい、それでは瀬野先生、聞こえますか？あ、はい、聞こえます。聞こえますか？はい、僕は聞こえます。皆さんも聞こえますよね？はい、それではですね、今ちょっと、質問のリストをこの辺に今挙げているんですけど、大体こういう内容で20分程度ご質問させていただきたいと思います。はい、で今回はですね、その日本とカナダの大学の、その主なですね、その交流に関してお伺いしたいんですけど、それ主な目的はどの辺にあったんですか？コンテンツベースに近いかもしれないんですけれども、はい、私の教えてるクラスがレベル4ということで、もう最後の日本語のクラスになります。一番上のクラスで、もうすぐ社会に出ていかなきゃいけないし、また向こうの先生ももうゼミということで、学生さんももうすぐ卒業していかれるということで、やっぱり日本語使用者としてこれから社会に出ていかなきゃいけないんで、その辺で教室内で学んだことと社会とのつながりをこう意識したものをこうやって一緒に勉強してみたいなというところが一つと、それからあとはチャレンジングですけども、母語話者と非母語話者っていうくくりを超えた、日本語の学びのようなものは可能なのかなということを二人で話してまして、今回それをちょっと実際にやってみようということで始めました。 ありがとうございます。はい、その相手先の学校については、その
もう固有名詞とか挙げて質問しちゃっていいんでしたっけ？あ、はい、あちらの先生からは許可いただいてますので、はい、大丈夫です。はい、はい、確か大妻女子というふうにお伺いしていますが、はい、そうです、はい、ありがとうございます。じゃあその、大妻女子の先生ともうもともとつながりがあって、それでじゃあ始めようという感じになってるんですね。そうですね、実は2014年のカジュレの年次大会で、はい、お会いしまして、そこから話が進んでという感じで。あ、ありがとうございます。はい、一応カナダにお住まいじゃない人のために補足しておくと、カジュレというのはカナダ日本語 CAJLE ですよね。ジャパニーズランゲージエデュケーターでしたっけ。あ、はい、カナディアンアソシエーションオブジャパニーズランゲージエデュケーターですよね。はい、エデュケーション、はい、はい、あ、エデュケーション、はい、要するにカナダの日本語教育振興会という日本語訳でしたっけ。あ、はい、そうですね。はい、そのカナダの日本語教育関係者の一番大きな、組織で、その毎年1回大会を夏に開いているところですよね。はい、はい、でそこで出会われた先生とこういうことをされようということになったわけですね。そうですね、はい。じゃあその3番目なんですけど、交流先の日本人の学生さんというのは、その今のお話だと英語を勉強しているわけではないわけですよね。あ、そうなんです。実はその日本語教育の振興会のその年次大会に来ていただいたんですけども、実はあちらの先生は日本語学の言語学の方の先生でいらっしゃって、実際の交流した相手っていうのは日本文学科の日本語学ゼミの学生で、全く海外に行こうとか日本語教師になろうとか英語を勉強しようっていう学生さんではなかったです。あ、日本語教師になろうっていう人もあんまりいらっしゃらなかったんですね。その当時はまだそちらの大学に日本語教育の専攻がなかったもので、本当に純粋に言語、どちらかというと言語学という感じの学生さんたちでした。あ、なるほど、面白いですね。ということはカナダの学生さんは日本語っていう第二言語を使って、日本人はそのじゃあ母語を使ったという感じなわけですね。もう完全に日本語で一緒、コミュニケーションも取るし、話し合いもすべて日本語でということで。ああ、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます。はい、で交流期間は確か先ほど2014年のカジュレで先方の先生と会われたという話ですが、はい、交流期間はあとどのくらい実際にその例えば週1回とかそういう頻度でいうとどのぐらいになりますか？ですね、今年でちょうど5回目を今終えたとこなんですけど、5年やってるんですけども、一番最初は1年かけてこちらのカナダの楽器の秋楽器と冬楽器1年かけて交流してたんですが、ちょっとそれが機能しないということが分かって、うん、2回目からは2015年からは秋楽器のみということで3ヶ月交流するということにしてます。で、頻度は本当にフレキシブルで、もうペアによるという感じですが、だいたい平均的には1ヶ月に2回ぐらいやり取りしたんじゃないかなということを学生たちは言ってました。 ありがとうございます、はい、今ペアっていう言葉が出ましたが、その、はい、そういうマッチングは先生方がされたんですか？まずあちらの大妻から学生さんそれぞれの自己紹介を送っていただいて、それからあと先生からもいくつか学生さんに対するコメント、こういう学生ですっていうことをいただいて、で私の方でもうちの学生に自己紹介書かせて、それを私がこう見比べてマッチして大妻の方にまたお渡しするっていう形でやってました。ああ、なるほど、はい、ありがとうございます。はい、じゃあそのやっぱりマッチングの、すみません、そのペアによって、頻度に下がったっていうことですが、多い人だとどのぐらいになるんでしょうね。平均だと2回ぐらいっていうこと、はい、多い人だと本当に毎週もう返事が来るとすぐその日のうちに返事しちゃう学生もいたりしたので、うん、ほとんど1週間に1回ぐらいやり取りしてたかもしれません、そういう学生は。なるほど、ありがとうございます。はい、
1週間に1回っていうことは、今返事っていうのをいただいたので、はい、伺いましたが、その媒体はじゃあ文字ベースっていうことですよね。そうですね、最初の1年目だけブログとメールを併用したんですけども、ブログが機能しないということが判明して、で結局2回目からはメールのみにしました。なるほど。ブログはうまくいかなかったのは何かはっきりした理由がありますか？やはり向こう日本の学生さんが、そういうのを書き慣れていらっしゃらないっていうのも一つはあって、すごくこれ安全なのかなっていう、なんかここに自己紹介書くの恥ずかしいわとか、意見書くの恥ずか、みんなが見てるんで複数の人が恥ずかしいっていうことで、マギルの学生は何回かポストしたんですけども、やっぱり向こうからちょっと返事が来ないっていうことがあって、そういう情報モラルみたいなところと、あとはそのみんなに自分の意見を見られる、自分のクラスメートにも見られるっていうのがやっぱりちょっとプレッシャーだったようです。ああ、なるほど、はい、自分の、なるほど、つまりそうか、それは例えば個人情報をやっぱりシェアした、一般公開されているところにシェアしたくないとか、そういうのがあったっていうことですか？個人情報だけではなくて、この自分の意見が複数の人に見られるっていうのが、こう話し合いした内容とか、こうコメントがこう自分の日本のクラスメートにも見られるし、先生にも見られるし、相手ももう全クラスの人がそれを見てしまうっていうのがどうも恥ずかしかったようで、名前別にニックネームでも何でもいいですっていう話はしてたんですが、やっぱりちょっとそれは恥ずかしいということで。なるほど。やっぱりあれですかね、その教室で意見を言うのと、その文字にして残るところで意見を言うのがやっぱりかなり違うように思われるんですかね、そういう人にとっては。そうですね、もうズボラな人間なんてあまりなんですけど。あとは多分日本語間違えちゃうっていうのも気になさってると思いますし、こちらが日本語学んでるっていうことで、間違えた日本語で何か書いてしまったらどうしようとか。それは日本人の学生さんか。そうですね、はい、うちの学生は割と気にしないので、もうレベル4ですし、気にせずにどんどん書いてたんですけども、むしろじゃあ見本にならなければいけないような意識は。そうですね、それが一つと、あとはやはり内容、ゼミの学生さんということで、やはりもうかなり3年目の学生さんで勉強してらっしゃるんで、こう何か日本語についての意見を書いたときに先生も見えるし、間違った意見言っちゃったら、間違ったことを外国の人に教えちゃったらどうしようというようなのもあったかもしれません。なるほど。じゃあちょっとシャイで慎重な方が多かったんですかね。日本が一般的にはそうなんですかね。そうかもしれません、もしかしたら。なるほど、わかりました、ありがとうございます。今はそのちょっと意見というような話が出てたんですが、その話し合いの内容については先生方が指定されるような形だったんですか？そうですね、できれば本当にこう母語話者も非母語話者もこう同じパワーリレーションでこう一緒に何か学べたらいいなと思って、大学レベルの内容、日本語学の内容のものっていうことで、私日本語学の出身じゃないのでちょっとよく詳しくわからないので、あちらの大妻の天野先生にお願いして、実際にあちらのゼミで勉強してらっしゃるような内容、日本語学の内容をちょっとトピックとして挙げさせてもらいました。なるほど、はい、はい、確か発表の資料を拝見したら敬語とか結構なんていうんですかね、そのマギル大学の学生さんにとってはそれほど難しい内容ではなかったんですか？ただ日本語学の学、うちの学生はバラバラで日本語学の学生ではないので、はい、敬語といってもその最近のその論文なんかで出てるこう敬語のこう弊害とか、でもこう敬語はこう歴史的にこういう経過があるのでっていうようなのとか、そういう元の
論文なんかをちょっと読んでないので、うちの学生はそれがちょっと難しかったんですが、向こうではもうゼミなどでそういうことを勉強してらっしゃるので、今日本語学でディスカッションになってることをこう教えていただくみたいな。なるほど。では、うん、はい、いました。はい、ありがとうございます。そういう多分英語の英語圏だとあまりその敬語をたくさん使うような環境ではないので、そういう意見の衝突とかそういうものはあったりしました？そうですね、やはり敬語はに歴史的に日本の文化の一部なので、なぜ敬語がいるのか、今の社会で日本人もなぜ敬語が今そこまで間違えて使うのにいるのかとか、そういったところを話す中でやっぱり日本の文化の一部だからなくちゃいけないっていう人もいたし、いやでもそれは日本の古い社会の体質表しているものだから、こう変えた方が少しシンプリファイしてもそれはいいんじゃないかとか、そういったことをなんかこうディスカッションしていたようです。 なるほど。その意見の違いから、その例えば関係が悪くなってしまうとか、そういうことはあまりなかったんですか？いや、それは、一応プロセスを追ってまして、ステップをこっちが決めてまして、交流だけで終わるんじゃなくて、交流の時はまあお互いに意見言ったり質問したり、日本では実際どうですかとか、そういう話をしたりして、でその次にうちの大学はクラスの中でどんな意見が出たか、 E メールの交流の中で、それをクラスの中でシェアして、それから意見文を一人ずつ書かせて、それを大妻にお送りして、大妻は次の年の学生さんがそれを読んで、またそこでディスカッションするっていう話だったので、実際にメールの交流の中でこう喧嘩になるとかそういうことはなかったです。ああ、なるほど。そうですか。はい。ありがとうございます。はい。わかりました。で、実際にその3ヶ月とかにわたってその日本語を使ったその交流をされて、何かその例えばモチベーションの変化とか、あるいは日本語がもっと流暢さが上がったとか、そういう効果を実感されていたような方はいらっしゃいますか？そうですね、やっぱりトピックがちょっと難しい大学レベルのトピック、授業内容のトピックだったので、こう知識欲は刺激されたようで、もうこの交流終わった後もずっとその話をしてたり、それこそ日本語弁論大会でそういう話をしてみたりとかっていう学生もいましたし、あちらもやっぱり今までずっと日本の中である一定の見方しかしてなかったので、海外の人から見るとそうなのかっていう新しい見方、日本語に対して見方ができて、こう日本語に興味がすごいさらに湧いたっていうのはお互いにありました。あともう一つはうちだけになるかもしれないんですけども、やっぱり日本にルーツを持つ学習者もレベル4ぐらいになるといますので、そういう学習者がこう自分今までこっちで育ってきたんだけど、向こうで育った日本人の学生さんと同じ年、今まで親としか話してなかった、年配の人としか話してなかったのが、同じ年の人とこう会話すること、日本語で会話することできて、こう、ああ、自分がもし日本で生まれ育ってたら、こういう生活してたのかなとか、こういう考え方してたのかなっていうのを、いろいろこう自分のまあ、立ち位置といいますか、日本語学習者として日本語使用者として、そういうのをこう意識できたっていうようなことは感想の中に何人か書いてました。なるほど、はい、ありがとうございます。それではですね、ちょっとすみません、今チャットボックスとかを見ながらやっているのですが、今のところすみません、チャットボックスで質問している人いませんよね。その名前の変え方、書き方とか変え方については質問がありますが、それもし他に質問されたい方はチャットボックスで質問してくださっても結構です。はい、で質問の8番目なんですけど、僕の方でその拝見した資料は確か、あれですよね、一昨年のカジレのご発表の時だったので、はい、その後はあるいは、まあ、これから今からと
は、もしこういうのを続ける予定がありましたら、何かこういうふうにしてみたいとか、そういう予定はありますか？とりあえず、その後も、まあ、去年と今年とまた続けてやってるんで、ちょっと改善しながらお互いに、やっているので、またこれは引き続きちょっとずつ改善しながらやっていければなということは考えているんですが、特にすごく新しいことは考えてないです。あ、なるほど、わかりました。はい、すみません、予定になかった質問なんですけど、その例えばこういう Zoom とかを使うのはまだちょっと恥ずかしいとかそういうのが抵抗があると思いますか？その向こうの日本の、特に日本の学生さんに対して。ですね、多分音声になるとおそらく一番の目的の母語話者、非母語話者のくくりをこう超えて学ぶっていうところが、バランスが、力関係がおそらく崩れるんじゃないかなということがあるので、書くという方法を、媒体は書くということでいきたいなと思ってます。もちろん時差っていう物理的な問題もありますし、あちらとこちらで授業のある時間ももちろん違いますし、学生も拘束できませんのでそれもありますが、一番はやっぱり書き言葉だと自分で考えたり調べたりしてから書けるので、時間があるので、こちらの学生も日本語が母語じゃなくてもなんとか自分の意見をまとめて出せるんですが、相手のこともわかるんですが、こうZoom とかスカイプとかになってしまうと、その場でやっぱり受け答えしなくちゃいけないし、相手の言ってることもわからなかったりするので、力関係が結局できてしまうのかなということをちょっと懸念しています。いや、そういう違いはとても大きいと思います、僕も。はい、はいはい、それではですね、ちょっと一旦ここで画面のシェアを止めまして、質問がですね、3つほど来ています。はい、ペアの設定なんですけど、マギル大学と大妻女子の、学生さんの人数はぴったり合ったんでしょうか？もし合わなかったらどういうふうに対処されたのですか？という質問が来ています。あちらはゼミっていうことで毎年人数も変わりますが、だいたいうちと同じぐらいではあるんですが、合わないときには大抵向こうの学生さんに2人受け持ってもらう形に、はい、してます。つまり日本人1人に対してカナダ人2人の学生に。そうですね、その方が時間が、向こうの方は日本語でやり取りなので時間がそれほどかかられないと思うので、なるほど、そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。あとはその質問の対、その2つ目は、後ほど話し合いの内容についてもっと聞かせていただけると嬉しいですってなりましたね。敬語の他にあと何がありましたっけ？ですね、はい、日本での英語公用化とか方言コスプレ、日本語のオノマトペの英語フランス語での表現とか、あとは漢字使用学習の必要性、それから、言語の多様性と、今年は役割語について話をしました。はい、なかなか面白そうなトピックですね。ちなみに方言コスプレっていうのは、僕みたいな関東の人間が関西弁を使ってみたりとか、そういう話ですか？はい、そういう、はい。なるほど、なるほど。わかりました。ありがとうございます。はい、あとですね、成績の対象になるのかっていうことと、メールの内容は先生がチェックするのかという質問も来ています。はい、まず最初のですが、成績の対象になってます。うちは少なくともなってます。さっきの意見文までをひとまとめにして、一つのプロジェクト、それから冬学期にこれとは別に、レベル2のクラスにちょっとインターンシップみたいな形で、今度は自分のよりレベルが低い人と話すっていう授業に行くっていうのがあるので、それをひとまとめにして日本語使用ということで、一つのポイント、成績にしてます。で、あとは、メールのやり取りですけども、一番最初にそのブログが機能しなかった時に向こうの先生とお話ししたところ、やっぱりその情報モラルの点も向こうは心配してらっしゃるっていうことだったので、
一応学生には私と天野先生に CC してやり取りをするようにと、ただ先生たちは内容をそこまで読みませんということで話してます。それは例えばナンパされるようなことがあったりしたら嫌だとか、そういう感じなんですかね。いえ、なんか日本の全体的なおそらくそういうのがあるんだと思うんですけど、あまり E メール使われないですし、日本の大学の学生さん、もう携帯電話で知ってる人とだけ、お友達とテキストするとか、そういう感じなので、おそらく知らない人と E メールでやり取りするとか、ないので、もちろんそのナンパだけではないかもしれないですが、ちょっとどこにどういうふうに自分の言ったことが広がるかわかんないとかいうのもあるかもしれません。なるほど、はい、わかりました。はい、最後にもう一つだけ質問来ているんですが、この交流の前に準備としてメールの書き方とかマナーとかのご指導はされましたかというのがあります。はい、特に指導というほどのことはしてないんですが、一応ちょっとこれだけは気をつけてくださいっていうのは、やっぱりその自分の個人情報をどん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 書いて出したりしないこと、それから、まあ、相手のこう聞き出そうとすごいしたりとかっていうのも、それはちょっとやめてください、文化の違いもあるのでっていうことは話して、もしちょっとでもこれはどうしたらいいかなということがあれば、必ず先生に言ってほしいというようなこととか、あともう本当に最初だけですね、自己紹介こういう感じで最初スタートは出してくださいっていうことは言ったのと、あと返信が遅れる場合、本当に忙しい時も一応今週試験があるんで来週には遅れますとか、今週はすみません、お返事遅れませんとか、ちょっと一言送ってくださいということだけ話をしました。すみません、今それに関してちょっと僕の方からもう一つ聞きたくなっちゃったんですが、はい、長さはだいたいどのぐらいの長さになるんですかね、メールの長さ。何行とか。本当に人によったんですけども、短い人は本当にワンパラグラフぐらいだったんですが、長い人になると本当に長いメールでスクロールダウンしても見れないっていうぐらい、ちょっと長いのを毎日ぐらい書いてる人がいたことは言いました。それはカナダ側の学生さんでも。カナダ側もですし、向こうもですし、こう趣味が合う人同士だったりすると、もうそこからその意見文のトピックもですけども、それ以外の話も結構もうちょっと人生相談みたいになってきてしまって、進路どうしようとかそういう話になるとこう長くなってしまいました。なるほど。いや、でもそれは僕はむしろいいんじゃないかなっていう感じがしますけどね。そのトピック、決められたトピック以外にも、個人的な、なんていうんですそうか、ですそういう情ね。報も。はい、でも基本的には多分そうやってやり取りする中で、向こうの学生さんが使ってる表現とか文末とか、こうメールの最後とかを見て、多分こうメールの書き方やマナーを自分が学んだっていう人もいるんじゃないかなと。なんかコピーするようになったんで、相手が言ってるのと似たようなことを文あのメールの最後に書いたりとかいうのが出てきたので、おそらくこちらが、私が指導したというよりは向こうとやり取りで学んだのかなと思いまなす。るほど。ありがとうございます。はい。それではですね、ちょっとこれから、ちょっと時間が、すみません、僕、時計見てなかったら少し過ぎてしまったので、15分ぐらいでですね、グループディスカッションをしていただければと思っております。今、画面に表示させていただきましたが、グループディスカッションでは、まず、自己紹介を簡単にしていただいて、もうこの1分とかそのぐらい、他の学校とのオンライン交流の経験があったらそれを共有してみてください。で、もしなかった人、あるいはこれからやってみたいという人は何が問題になっているのか、これが心配だからできないとかですね、そういうことがあったらそれも共有してみてください。で、その後、残り15分で全体の質疑応答したいと思いますので、そこで聞きたいことがありましたらメモをお願いいたします。はい。それでは今からですね、今ちょっと待ってください。24名の方がいらっしゃるので、6グループに分けて、ブレイクアウトしたいと思います。はい。で、これから、グループの招待状が届きますので、
届きましたら、参加もしくはジョインというのを押してみてください。よろしくお願いします。はい。あ、今ね、まだミュートになってますが。はい。宮本さん、どうですか？はい。私、行きましたか？はい。私自身、あまり経験がないんです。やっぱり時差があるので、そのオンラインで同時期にやるっていうのが、なかなかそういった方はいらっしゃいませんでしたね。なるほど。つまりリアルタイムでは、そうですね、はい、こういうビデオカンファレンスみたいなのは難しいっていうことですよね。はい、まあ、はい、できれば同じ地域の他の学校で日本語を取ってる生徒と、日本人ではなくて、まあ、そういった同じ地域で横のつながりはできるかもしれない。うん、同じ地域というのは、つまり時差がない地域ということですね。そうですね。はい。はい。それではですね、もう皆さん帰っていらっしゃったようですので、全体でのグループディスカッションに入りたいと思います。というか、全体での質疑応答ですね、に入りたいと思います。まあ、ある程度は、そのグループディスカッションでも疑問も解消できたんではないかと、予想しておりますけど、解決できなかった問題があったりとかですね、あるいはその、皆さんに共有したいコメントがあったりしましたら、こちらで、お願いいたします。はい、カメラをつけてらっしゃる方は、なんか手を挙げていただいたり、あるいはチャットボックスに書いていただいても結構ですが、どうでしょう。で、ここは今のところ録画されておりますので、すみません、どうでしょうね。NP の方はチャットボックスに質問を書いていただいたら、僕の方から。瀬野さんにご質問します。はい。今ちょっと見えないんですが、はい。誰か手を挙げてる人いますか？今いませんね。はい。あ、誰かいた？あ、違うか。はい。あ、じゃあ、はい。ニューヨークの桜井さんお願いします。ミュートを外せますか？聞こえます。はい、聞こえます。今聞こえますよ。はい。はい。はい、私たちのディスカッションで話題になったんですけれども、よくオンライン交流で双方にメリットがあるようにあるために英語、あ、すみません、日本語だけではなくて英語でやり取りをするっていうのを半分半分ぐらいにするっていう交流の仕方を、よくそういった交流を聞くことがあるんですが、そのようになさらなかった、まあ、なんか英語で、英語でのやり取りを入れなかった理由とかは何かあるのでしょうかというのをちょっと疑問に思って聞いてみたいと思いました。はい、あ、じゃあ瀬野先生いかがですか？あ、はい、もともと日本文学科の学生さんなので、英語やフランス語や外国語を勉強したいという希望は全くお持ちでないということで、英語とかを学ぶっていうこと、ランゲージエクスチェンジはこう成り立たない状況だったので、あちらの方も専門が日本語について勉強するっていうことで、お互いに日本語を勉強することが目的だったので、そういう意味では特に英語の時間を取らなくても問題もなかったし、向こうもまあできればそれは避けて通りたいぐらいなところだったので、英語で話すのはちょっとっていうのがあったので、それも一つは、あ、それが一つですね。もともとその習ってる内容がお互い同じであったという、日本語であったということですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、今チャットボックスに一つ質問が来ているんですが、質問をつけるとしたらどんな基準での評価になり、あ、質問です、すみません、成績をつけるとしたらどんな基準での評価になりますかという質問が来てます。はい、基本的にはまあそのパーティスペーションが一つですし、まあ、メール CC してもらってますので、こちら側には実際に交流したかどうかはもちろん分かりますし、あと最終的な成果物として意見文を書かせているので、そこでその内容で意見文で、ある意味作文で点数をつけるという形にしてます。なるほど、ありがとうございます。パーティシペーションというのは何通メールを書いたかというような、そういう数字ですよね、きっと。あ、
いえ、数は全く数えてないです。もうパーティシペーションしたかしないかで、全くそのもう自己紹介だけで全くこう手つかずとか返事かなり遅れてるとか、そういったものについては多少減点しましたが、基本はもうパーティシペートしてれば、OK ということにしてます。あ、すみません、その場合のパーティシペートっていうのはその教室にやってきてっていうことですか？あ、いえ、その E メールをきちんと送り合ってるということですね。でも大抵最後の成果物の意見文書かせると、はい、やり取りちゃんとしてない学生は突拍子もないこと書いたりしますし、交換ちゃんとしてれば、私の相手はこういう意見を持ってたけれども、自分はこれは反対だとか賛成だっていうことを書いてくるので、そこにも成果物の方にもおそらくパーティシペーションのあれは出てくるかなと思います、うん、なるほど、ありがとうございます。はい、今質問がまた2つ、あ、すみません、成績は全体の何パーセントだったんですか？うん、ところが全体の何パーセントっていうのはどういう意味かな。あ、そうか、多分その科目がもう丸々この交流プロジェクトだったんですかね。丸々ではなくて、日本語使用っていうことで何パーセントか取ってるん で、そのうちの半分、これは本当に半分だけなんで、後期の半分はレベル2のクラスに行ってちょっと教えるっていうことがあるので、パーセンテージにしたら本当に5% 以下になると思います。なるほど、はい、はい、もう一つ質問が、その交流をスカイプのような形にして会話をする可能性を考えられたことはありますかという質問が出てますが、これはさっきみたいにそのやはりネイティブスピーカーとその母語話者と非母語話者の力関係を崩さないためにあえてそれはしなかったっていうこと。そうですね、先ほどのご質問にも関係するかと思うんですけど、あちらが英語を学んでらっしゃるとかであれば、そこでこう力関係をバランスを取るっていうのも、日本語をやるときと英語をやるときとにこう交代でやればバランスがうまく取れるかと思うんですが、それが今回の場合ラングエージエクスチェンジということができないので、言語交換ができないので、どうしても力関係ができるので、できれば書くという方向でいけたらなと、はい、思ってます。ありがとうございます。もう一つは意見文も成績の対象でしょうかという質問が来ています。あ、はい、意見文が主には成績に入ります。なるほど、はい、ありがとうございます。チャットの方にはもうここ質問はこれだけなんですが、他にもし質問されたい方は手を挙げていただければすぐにご指名させていただきます。あ、はい、じゃあソーリアルさん、ニューヨークのソーリアルさんお願いします。はい。あれ、あ、ミュートが外れて、あ、はいはい、聞こえます。今聞こえますよ、大丈夫。すみません。先ほど後半にレベル2っていうか、ちょっと下のレベルのクラスに行って教えるっていうことをこのメールの交流の後に入れられたということだったんですけれども、それはこのメールのやり取りを生かした何かことで、ちょっと例えばアドバンスの学生がジュニア先生になり、そのクラスに行って何か教えるのか、このメールのやり取りとは別にこうレベルが少し低い学生 の, お手伝いをするという そのつながりあったのか、あ、それはまた別プロジェクトだったのかということをちょっとお伺いしたかったんですけれども。はい、内容としては特につながりにはないです。敬語のことについて話したからじゃあ敬語を教えるかとかそういうことはないんですけれども、一応1年通してゴールとして、これからこの人たち、まあ、日本語学習うちの大学で終えて日本語使用者になるので、そういった時に今までおそらく日本の母語話者とばっかり話してたと思うんです。練習するにあたっておそらくそれを目標にやってきて、ただ母語話者と話すっていうのは逆にとても簡単なことで、人たちにとっては日本の母語話者の方がアコモデートしてくれるので、間違えて言っても分かってくれようとしてくれるし、
簡単なことだったので、ある意味ちょっとディフィカルティの問題で、まず秋学期に母語話者の人といろいろまあこう同じレベルで対等にちょっと話し合いをしてみて、そこから今度は少し自分より下のレベルの人に自分がアコモデートする側になったらどうやって日本語でコミュニケートできるのか、それをちょっと考えてみてほしいなと、少しステップアップして、あの日本語仕様という意味ではつながってるんですけども、少しステップアップするっていう意味で、あのどうやったら相手に分かってもらえるように話せるのかを学んでほしいなっていうことで、私の中ではちょっと一応つながってはいるんですが、コンテンツ自体はつながってないです。特に素晴らしいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。チャットボックスに今一つ質問が来まして、あの交流相手の意見を反映させて書くようになど あの作文の指導はされていたんですか、という質問が来てます。はい、はい、それを必ず入れてくださいっていうような指導は特にはしてないんですが、あのクラスの中であの交流する時間を1時間作文書く前にあの取ってるので、その時に相手がどんな意見言ったっていうことはシェアをして、でそこでまたクラスメートがいろいろ言ったりするので、なんかいやそれおかしいんじゃないとか、うちのパートナーは全然何も言わなくてはい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 言ってるよとか、いろいろこうなんか出て、その最終的な結果として自分の意見であれば、別に相手がこう言ったとかいうことを作文の中に入れなくてもそれは構わないっていうふうには話してます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ時間的にもし質問を受けられるとしたら、あと一つ最後の質問ぐらいになるかなと思うんですが、どなたかいらっしゃいますか。じゃあ、はい、じゃあ、石橋さんお願いします。はい、そうですね、あのさっきあのグループの方でもちょっと言ったんですけれども、まあ、あのビデオメール交換みたいなことはやったことがあるんですね、日本の学生とアメリカの学生で。でもあの最近もっといろんなメディアが出てますし、そういう Facebook とか Instagram とかあの、まあ、ちょっと時差があって交流しにくいというのはあるかもしれないんですけども、何かその他のメディアでそういう交流をされた方のご経験がある方とかはいらっしゃるんでしょうか。あの皆さんにですけれども、あ、はいはい、なんかどういうメディアが可能性が交流の可能性があるかなという何かアイデアみたいなのがありましたら。あ、今チャットであのフリップグリッドとか、はい、スカイプの e タンデムとかですね、あ、そういうのがあるんですね。はい、あ、僕個人的にはあのビデオを使うんだったらやっぱりフリップグリッドいいなと、時差があってもいいのでいいなと思ってるのと、あと文字ベースだったらあのスラックっていうそのビジネスチャットのスラックというのが僕は結構いないかと。スラックって書いておきましょうか。そういうトピック別にしたりとか、あの基本的には2人だけの、チャットもできるんですが、それを先生が見たりとかもできるようになっているので、はい、でかつ短く1行でもできますんでね。はい、あ、じゃあ他にももし意見ありましたら、チャットの方にお願いします。はい、あ、はい、いろいろ意見いただきましてありがとうございます。はい、それではですね、あのもうそろそろ時間ですので、あの最後に事後アンケートをちょっとご紹介させていただきたいと思います。今あのチャットボックスに、事後アンケートとして、URL リンクを、投稿しましたので、ぜひ皆様この、オンライン講演会の、ご感想、あるいはその他のこの先生から話聞きたいというアイデアもこのアンケートで、募集しておりますので、ぜひ、ご回答いただければと思っております。はい、それじゃ あ, あの今日は本当に、瀬野先生お忙しいところどうもありがとうございました。はい、次回はですね、東のあれニューファンドランドかニューブルンズウィックか、すみません、ちょっと間違っちゃいました。小原先生、今日も参加されてますよね。小原奈美先生が、YouTube のですね、非常に積極的に使ってらっしゃって、その小原先生の話を伺いたいというのをこのアンケートでいただきましたので、次回は、小原奈美先生から、その、日本語教育における YouTube の使い方についてお話をしていただく
予定になっております。小原先生、よろしくお願いします。はい。はい、そうですね。はい。はい、それでは、本日のコンテンツはこちらで、すべて終了とさせていただきます。ご参加くださいました皆様、どうもありがとうございました。退出されるときはですね、右下の、画面の右下の赤い文字で書いてある、Leave Meeting、もしくは、退出のボタンを押してください。はい、それではこれで、録画も終了させていただきます。ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。はい。